VS、魂、視聴率、5回連続3%台、の衝撃、死ゆうた退場と同時打ち切り、案を唱える人も、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 昨年4月に VS 魂からタイトルを変え大幅リニューアルしたバラエティ番組 VS 魂グラデーション富士テレビ系木曜午後7時から長らく視聴率不振が続いている同番組だが直近の放送が5回連続で世帯平均3%台ビデオリサーチ調べ関東地区以下同を記録してしまった vs. 嵐の後継ぎにあたる同番組は、世の中のあらゆるものを正しく並び替えるイコールグラデーションする新感覚のゲームバラエティー。嵐相葉雅樹、風間俊介、ジャニーズ e スト藤井流れ星、セクシーゾーン佐藤勝都岸優太、ジャニーズ JR 内ユニット美少年の不所引きのほかズンイーオカズキやアンタッチャブル山崎弘成ら芸人が出演している。 前回6月8日放送会では、佐藤とヒソンヌがホームセンターでロケを行い、便利グズの販売個数を並び替えるクイズが出題されたほか、ボールでターゲットを狙うスタジオゲーム企画、ピッチンググラデーションを放送。 4月以降、これまでに6回放送されたが、世帯平均視聴率は4月6日が4.8%、個人3.0%、同27日が3.1%、1.8%、5月11日が3.5%、2.1%、同18日が3.3%、2.0%、同25日が3.5%、 2.2%、6月8日が3.8%、2.4%と悲惨な状況で、同時間帯でテレビ東京を含む民放再開になることも珍しくない。最近の同番組は放送休止が頻発してより月にケラ3回程度の放送が当たり前になっています。 最近はロケを増やすなどの工夫も見られますが、ネット上ではレギュラー陣の活躍を楽しみにしているジャニーズファンが多く見られる一方で、単純に内容がつまらない VS 嵐からパワーダウンした、と辛辣な声も多く、いつ終了しても不思議ではない状況が長らく続いています。芸能記者。 ジャニーズファンの間では、レギュラー出演者である騎士が9月末でのジャニーズ事務所退場を控えていることから、最後までいてほしい、などと、VS 魂グラデーションの交番に危機感を募らせる声も目立つ。ただ、一部では、騎士の退場と同じタイミングで、番組も終了するのではと予想する声もあり今後が注目される。 また、業界内では、同番組のように内容を大幅リニューアルするバラエティ番組は、視聴率不振など何かしらの問題を抱えていると指摘されるが、21年4月から放送されている何わ男子のバラエティ番組まだアップでしてないのが来月からまだアップでしてないのプレゼンツ、逆転男子というタイトルに変わり、内容も全面的にリニューアルするんです。 最近はファンから迷走してる内容がだれてきたという声も目立ちましたし、この番組も継続が危うい状況なのかもしれません。どう打ち切り県内の視聴率が続きながらも、富士が必死で継続させている印象もある VS 魂グラデーション。数字に結びつかない原因は何なのだろうか